サッカーの J1 名古屋グランパスが今日アツタジンで必勝祈願を行いました。長谷川健太新監督のもと12年ぶりのリーグ制覇を目指すグランパス。今日は選手やコーチなどクラブ関係者およそ50人が参加しお祓いを受けました。非常に熱いサポーターですのでその熱いファミリーに応えられるようにですね今シーズン熱い試合をしていきたいというふうに思っています。 グランパスのリーグ初戦は来月19日です。